皆さんこんにちは。ディフュージョンラボチャンネルの中の人です。今回は次世代のステーブルディフュージョン、ステーブルディフュージョン XL のモデルを検証します。現在はアーリーアクセス版の 0.9 が提供されていますので、こちらをステーブルディフュージョンのフォークで動かせるように環境を作成します。早速手順を解説します。ハギングフェイスのアカウントをすでにお持ちの方はチャプターを進めてください。概要欄より SDXL のモデルのページに行きます。画面下部までスクロールし、サインアップボタンをクリックします。適当なメールアドレスとパスワードでアカウントを作成。ユーザーネーム、フルネームを入力。ライセンスに同意し、クリエイトアカウントボタンをクリックします。ハギングフェイスから可愛いメールが届きますので、 URL リンクをクリック。このような画面になればアカウントは登録完了です。ログインした状態で再び概要欄のモデルのページに飛び、画面下部までスクロールするとこのような入力欄が現れますので、必要な項目をすべて入力し、ライセンスに従いサブミットアプリケーションボタンをクリックします。次に概要欄よりアクセストークンと呼ばれるものを発行します。ニュートークンをクリックします。名前を適当に入力し、ロールは初期値のリードのままにしてジェネレートボタンをクリックします。画面が推移しますので、ショーの右側のマークをクリックし、トークンテキストをコピーしておきます。次にステーブルディフュージョンの上位互換であるフォークをインストールします。適当な作業フォルダを生成し、 CD で移動後下記のコマンドを実行します。生成されたオートマティックというフォルダに移動します。下記のコマンドを入力し、インストールを行います。このようなエラーで一度強制終了されると思いますので、再度同じコマンドを実行します。画面がこのように変化したら、いつも通りローカル URL の右側の部分にアクセスします。ステーブルディフュージョンによく似たページが起動しますので、モデルズタブ、ハギングフェイスタブをクリック。セレクトモデルに下記を入力。下のハギングフェイストークンに先ほどコピーしておいたトークンテキストをコピーし、ダウンロードモデルボタンをクリックします。コマンドプロンプトを確認すると、モデルのダウンロードが進んでいることを確認できます。 UI の再下段のログ表示部分が下記のようになればダウンロード完了です。 From テキストタブに戻り、チェックポイントの右側のリフレッシュボタンをクリックすると、 SDXL のベースモデルが選択できるようになります。生成をテストします。動作しているようです。 VRAM が 10GB の環境ですので、少し起動パラメータを調整します。コマンドプロンプトでコントロールプラス C キーで一度 UI を終了させ、下記のコマンドで UI を再起動します。画質に影響するようなプロンプトを少し追加してみます。簡単なプロンプトにもかかわらず、かなりハイクオリティな画像が生成されています。今は限定的なサポートとなっていて、 SDXL モデルではコントロールネットなどを利用することができませんが、生成速度もとても速く、ステーブルディフュージョンで利用できるほぼ全ての拡張機能が使えるため、今後生成環境の移行も検討しています。今回は以上となります。あまりにクオリティが高いので、たくさん猫を生成してしまいました。プロンプトにもよると思いますが、このモデルが得意としているもの、不得意なものの差がはっきりしていると感じました。設定などいろいろ試してみたいと思います。本当はリファイナーと呼ばれるもう一つのモデルを併用すると、さらにハイクオリティな画像が生成されるようなのですが、 VRAM10GB では厳しいかと思います。おそらくしばらくするとオートマチック1111でも対応されると思いますので、少ない VRAM でも最適化してくれるような拡張機能に期待したいと思います。今後も新しい環境について変化がありましたら、こちらでお伝えしたいと思います。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。